1978年の一本松仮上工場と周囲約500メートル範囲。右が円軽ガル方面。ホーム横に待合室の屋根が見える。現在は円軽ガル側にあった踏切を通る小道のすぐ左まで空港の誘導施設が設置されている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成一本松駅はかつて 北海道門別市元門別に設置されていた北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。名寄本線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した4月30日時点で、下り5本上り7本。廃止時点で短式ホーム1面1線を有する地上駅であった。仮上工場に出自を持つ。 無人駅となっていた。駅の廃止後、周辺には新たに紋別空港が建設された。2011年時点では、地面に刺さった枕木や放置された鉄道標識が残存していた。元紋別駅跡から東駅跡付近の線路跡には、防雪林が残存し、未舗装の道路として紋別空港前まで続いており、線路跡は小向井駅跡まで続いていた。 空き地になっている、一本松かり上場に関するカテゴリー、ありがとうございます。